サガラゴーチチャンネル。はい、どうも、ひびこれ編集、サガラゴーチです。僕って現役生の頃、二次試験の前日に受かると思って賃貸契約したら落ちたじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、受験生の皆さんが試験で今までの努力を最大限発揮するためにこれだけはしてほしいということを、私がセンター直前にした大失敗と絡めてお話します。まず、ポイントは二つありまして、試験直前の生活リズムを一切変えないことと、試験当日は自分が解ける問題と解けない問題の判断を早めることです。私の自己紹介からしますと、一浪一流印象地で東北大学を卒業した怠惰な学生だったんですが、高校生の頃はなんとセンター試験1週間前まで無遅刻無欠席無早退で大学入学に遅刻し、進級を欠席して大学院合格を早退した一浪一流印象地とは真逆の学生でした。しかしセンター試験2週間前にすでに大学に合格していたクラスメートたちが次々にインフルエンザに感染し、試験1週間前にその生徒たちが登校してくる日でした。感染源がこぞって登校してくることに怯えた私は1週間仮病で家に引きこもることに決めました。これが愚かな選択でした。まず休んだ初日に今まで張り詰めていた緊張感が一気に溶けて、ダラダラと昼に起きてダラダラと勉強し、やがて昼夜逆転をしてしまいました。そして迎えたセンター2日前、なんと家族がインフルエンザを発症しました。圧倒的罪。そして試験前日、さらに恐れていたことが起きました。夜中の2時を過ぎても昼夜逆転して寝られない。結局ほぼ徹夜で試験に向かいました。眠いからといって試験の結果にそれほど大きく影響はしないと思いますが、やはり眠いと試験中に、うわ俺眠いじゃんと何度も自分眠いんじゃないか説を提唱して、いやいや今回そんなことはどうでもいい、いややっぱり眠いよ、いやいややっぱり今回そんなことはどうでもいいと何度も切り替えている間に、細切れに時間を失ったり、集中力が途切れマークミスが起きやすかったり、眠いし見直しだってどうでもいいわと、やや自暴自棄になったりもします。ところで皆さん、センター試験 100% 取りたいですか？みんな忘れがちなことなんですが、センター試験で 100% を取りたい人以外は解けない問題があってもいいんです。そして試験というのは今まで知らなかった知識が分かるようになることはありません。なので自分が解ける問題なのか解けない問題なのかの判断を早め、解ける問題に時間を使い、確実に解き切った結果が今までの自分の勉強の最大限の結果です。その最大限の結果を出すために、途中式での計算ミスを減らすために見直しをしたり、細心の注意を払うことが重要ですが、寝不足だとここが一番おろそかになってしまいます。なのでいつも通りの時間に寝て、自分に合った睡眠をしてから行きましょう。前日に遅くまで勉強をし、数点アップを狙って寝不足になるよりも、ここを意識して減点を防いで最大限の結果を出すことが私は望ましいと思っています。そして試験前に早く寝て早く起きようとする人がいますが、人間は毎日同じ時間に寝て起きることで深い睡眠ができるので、試験会場が遠すぎて早起きする必要がある人以外は普段通りの時間に寝ましょう。試験前は生活リズムを保つことが大事です。私は直前に生活リズムを崩して、人生のリズムがその後一浪一流印象地で3回崩れた。